頭の中がお花丸。はい、どうもパールでございますと。はい、前回のね顔出し動画ではね、たくさんの高評価本当にありがとうございました。いや、まさかそんなにいくと思ってなかったっす自分。いや、まあ本当それだけね、皆さんを楽しみにしてくださっているということで、今回もやらせていただきましょう。顔出しでの開封動画ということで、今回開封するものがこちら。噛まずに言えたのすごくね。はい、ラブライブスクールアイドルコレクションスタンドポップコレクション、こちらの方でボックス購入いたしましょうね。開封していきたいと思いますと、そういえば買ってなかったなと思って、これ自体はね結構前に出てきたグッズなんですけど、僕自身ねこれ一つも買ったことなかったんで、なんだったらボックス購入したろうと思ってね、今回購入してまいりましたと。てかボックスかっこよくね。ほらこの大きさね、この顔面と比較してもこんなんだからね。正直ね、僕自身中身どんな風になってるのか本当にわかんないんでね、今から開封が楽しみということで、早速行かせていただきたいと思います。では行こう。オープン、よーいしょっと、よいしょ。はい、こんな感じとなっておりますと。ちょっとわかんねえな、まだな。あー、はいはいはい、なるほどね。こんな感じで入ってるのか。今回はボックス購入っていうことで、まあ、こんな感じのやつが10枚入ってる感じですね。で、中のグッズ1枚見てみるとこんな感じですね。表がパンクロック編になってて、裏側が天使編になってますね。ほんと、花丸ちゃん可愛すぎ。まだ眠いつら。で、カードの方は天使編とパンクロック編合わせて18種類となっておりますと。で、スタンドポップ1体とカードが1枚ついてくるっていう仕様ですね。もちろんね、僕が狙うのは花丸ちゃんですね。ワンボックスでね、これ2種類でも出てくれるもんなんですかね。まあ、そこは運次第ってところか。こうでいいのかな、なんか僕ちょっとよくわかんないですけど、じゃあ一つ目見ていきましょう。3、2、1。はいと、はいと。ん？あ、こっち側に出てくるやつか。はい、一つ目はヨシコちゃん。ヨハネちゃんですね。パンクロック園のヨハネちゃん来てくれましたと。いや、なんかさすがの大きさじゃないこれ。で、他にね、中身見てみますと、これを立てるための台座みたいな感じかな。これと合わせて、まあ、立たせるみたいな。それとノーマルカードですね。いや、このさ、ほんとこの、めっちゃ可愛いっすよね。このヨハネちゃんね。下出してね、ウィンクしたりヨハネちゃんとで、ね、裏返すと、はい、さっきのね、スタンドポップと同じようなね、ヨハネちゃんが映っておりますと。これどうやって組み立てるんだろう。あ、こうか。こうですね。こんな感じで、まあ、その、この台座を後ろにこういういう風にして、まあ、そこに置くっていう感じですね。なるほど、これは机の上でやった方が良かったね。まあまあ、とりあえず一つ目はね、パンクロック園のヨハネちゃん来てくれましたと。はい、じゃあ二つ目ですね。一つ目のやつね、裏側見せちゃったんで、今度はこっちからということで見ていきましょう。3、2、1。はいと。お、ようちゃんですね。来てくれました。いや、ほんと、ようちゃん率って僕めちゃくちゃ低いんですけどね。ここでようちゃんが来てくれると、天使編可愛すぎるだろう。いや、もうほんと天使って感じですよね。その背後に悪魔がいると、なおさらそう見えますよね。で、カードはこんな感じですね。こっちが覚醒前、そしてこっちが覚醒後となっておりますと。天使編の方は、パンクロック編と違って、覚醒前のやつがスタンドオープンになってるんですね。まあまあ、とりあえずね、天使編のようちゃん来てくれましたと。はい、じゃあ3つ目見ていきましょうか、3、2、1。はいと。お、ダイヤ様、ダイヤ様、かっけえな。普段ね、ちょっとクールな部分とかも多いんでね。いや、本当にこういう風な、はっちゃけてるダイヤ様、かっけえ。普段はね、やっぱりこう、お嬢様感が強いからね、こうやってなんか、はっちゃけてるダイヤ様見ると、本当になんか、ね、かっこいいし、かわいいしで、やばくないこれちょっと、え、ギャップがえげつねえんだけど。で、カードはこんな感じですね、スタンドポップになってる方とで、このさ、覚醒前やばくないこれ。めちゃくちゃかわいいんだけど、これね、アメちゃんのやめてる、やば。超絶可愛い。ほんと好きすぎる、このダイヤ様。ちょ、やば、これほんとアメちゃんちょうだい。待って待って、勘違いしないで、わざわざ新しいやつ用意しなくていい。その舐めてるやつで十分。さっぱりわかりませんわ。はい、三つ目はね、パンクロック園のダイヤ様ですね。来てくれましたと。10種類ってことはどういうことかな ?5 種類5種類って感じでいいのかな。今一応ね、その上に入ってた順番でね、開けているんですけど、パンクロック編、天使編、パンクロック編って順番で来てるんで、これ天使編でいいのかな。じゃあ見ていきましょうか、3、2、1。はいと。あ、天使編、あちかち、来てくれた、かわいい。ほんとかわいすぎるね。もう笑顔がもう、そう、翼なくてもその笑顔だけで君は天使だよ。はい、ヨチカですね。ほんとにかわいすぎる。そしてその穴から覗く俺と。そして、チカチーのカードはこんな感じですね。覚醒前、そしてこっちが覚醒後となっておりますと。ほんと、この覚醒後もね、青い翼ってあたりがまたいいですよね。はい、というわけで4つ目は天使園のチカチーですね。当たりましたと。失敗した。
はい、5つ目ですね。次は誰が当たってくれるのか、3日。はい、と。お、来てくれました。カーナンちゃんですね。パンクロック園のカーナンちゃん来てくれました。めっちゃ可愛い。ほんと2人の推しはよく来るよな。てか、このさ、透け感やばくない？ほんとにちょっと。やばい。エッチだ。で、カードはこんな感じですね。スタンドポップになってる覚醒後と、そして覚醒前ということで、ヘッドフォン女子。いや、もうほんと僕の大好物でしかない。はい、だけで5つ目はね、パンクロック園のカーナンちゃん来てくれましたと。はい、じゃあ6つ目ですね。見ていきましょう。3日。はい、と。お、ルービーちゃんですね。かわいすぎ。いやー、ブランコ楽しそうに乗るね、ルービーちゃんね。かわいい。そしてこのお花の冠ね、この一生懸命笑顔で作ってるね。ほんと多分僕のためですね。そしてカードはこんな感じですね。スタンドポップになってる覚醒前と、そしてこちらが覚醒後となっております。髪型やばくない？めっちゃ可愛くない？はぁ？ちょっと待って、やばいんだけど、この髪型マジで可愛くない？これほんと天使だわ。はい、そんなわけでね、天使編のルービーちゃんですね、来てくれましたと。なんかこの感じだとね、ワンボックス買えば全キャラ当たる仕様とかにはなってるんですかね。はい、じゃあ次行かせていただきましょう。3日。ファイトファイト。お、花丸ちゃんついに来てくれた。よっしゃ、これでね、パンクロッケの花丸ちゃん来てくれましたと。まあ、多分ね、僕の仮説合ってるんじゃないかな。今のところね、キャラの被りもないですしね、多分10枚目最後だけ被るようになっててって感じですかね。花丸ちゃん可愛すぎる。このさ、頑張ってはっちゃけようとしたんだけど、なんかでもやっぱちょっと恥ずかしいみたいな、この表情。やばくない？これめっちゃ可愛いんだけど。ほんと、花丸ちゃんは花丸ちゃんですな。そしてカードはこんな感じですね。スタンドポップになってる覚醒後と、こちらが覚醒前、ヘッドホン女子最高。いや、もうむしろ花丸ちゃんが最高。まあまあ、おそらくね、全メンバー当たるようになってるとは思うんですけど、こんな感じでね、パンクロック園の花丸ちゃん当てられたということで、いやもうこれ、なんだろう、10枚目かな？多分10枚目はね、その被りキャラになっちゃうと思うんですけど、そこでね、花丸ちゃんが来てくれるのかどうかっていうところですね。はい、というわけでね、パンクロック園の花丸ちゃん来てくれました。ありがとうございますと。そして忘れない吉丸要素。しかもね、このパンクロック園で揃えられたってあたり、運命感じますね。はい、ラスト3つですね、行かせていただきましょう。3日。はい、と。お、マーリさん、やば、かわいい。やーべえ、マリさん可愛すぎるじゃん。ユーリアですよね、このマリさんって。確かね、天使園のめっちゃ可愛いじゃん、本当に。はぁ、このね、リコちゃんと合わせられるユーリアのね、マリさんめちゃくちゃ可愛いですよね、本当に。天使たちの戯れって感じでね、本当そのお戯れに混ぜてください。で、カードはこんな感じですね。覚醒前と、そして覚醒後となっておりますと。なんか本当にね、幽霊当たったような気分ですよね。はい、というわけでね、マリさんが来てくれましたと。そのね、全メンバー当たるっていうのが本当だったらね、ここでリコちゃん来そうですよね。では見ていきましょう。3日。ハイト、ハイト。あ、本当にリコちゃん来たじゃん。本当に来てくれた。かわいすぎる。そうそう、この寝そべってね、星さんのクッションでいいのか、これは。お星様クッションにね、この口つけてね、やばい、これ本当にそのクッション買い取ります。いくらですか？そう、このマリさんとのね、こんな感じで繋がるということでね、いや、これはこれでマジで嬉しいですね、本当に。そしてカードの方はこんな感じですね。覚醒前、そして覚醒後となっておりますと。本当にやばくない？めっちゃ可愛くない？本当にね、もうこの天使の名に恥じないこの可愛さ、本当好きすぎる。はい、というわけでね、天使園のリコちゃん来てくれましたと。はい、まあ仮説通りね、全メンバーが出てきてくれたということで、最後誰が来てくれるのか見ていきましょう。3日。タイト、タイト、タイト。おう、リコちゃん率。はい、まさかのね、最後の最後もリコちゃんが来てくれたということで。俺、これもしかして順番ミスったかな？天使編のマリさんが当たって、その次にね、その天使編のリコちゃんが来たところでね、あれって思ったんですよね。次、このパンクロック園が来るのかなと思ってたらね、続けて天使編のリコちゃんが来たんで、あれって思ってたんですけど、こっちのね、パンクロック園のリコちゃんが来たということで、もしかしたらこっちがその9枚目だったかもしんないですね。どっかでなんか9枚目と10枚目のやつがこうね、入れ替わっちゃったかもしんないですね。はい、そしてね、カードがこんな感じとなっておりますと、覚醒後、そしてこっちが覚醒前ですね。ポニテやばい。ほんとポニテって大正義だよね。はい、そんなわけでね、最後の10枚目は安定のリコちゃん率を発動してくれましたと。まあ、天使編とね、パンクロック編両方当てたかったっていう気持ちはあるんですけど、一応仕様で、そう、仕様でね、このね、パンクロック編の花丸ちゃん当てられたということで、まあまあまあ、これはこれでいいでしょう。はい、そんなわけでね、ちょっと長めになってしまったんですけど、顔出しの回遊動画の方いかがだったでしょうかと。そしてね、またね、こういう顔出しの回遊動画が見たいという方は、ぜひぜひ高評価、高評価を残していっていただけるとありがたいです。今回も前回と同じ300高評価以上来た時には、こんな感じでね、顔出し動画を出していきたいと思っておりますのでね、ぜひぜひ皆様ワンポチッと1高評価よろしく
しくお願いいたしますと。はい、じゃあそんなわけでね、今回この辺で終わらせていただきましょう。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、 Twitter のフォロー、サブチャンネル、チャンネル登録、そして高評価よろしくお願いいたしますと。ではさようなら。癒やしいズラ。